こいい。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、ということですね。今日はですね、なんと、ライジン、新年会、やってまいりました。緊張で、声が全く出てないです。じゃあ撮影できるところがあればちょっと私も追いたいなと思ってますんで。そうですね、はい、できるかどうか分かんないんですよね、これ全くまだ何にも聞いてない。もしかしたらもう何にもないかもしれない、はい、もしかしたら黒文字さんは入れないかもしれないです。会場にそれも何にも聞いてないんで私外で待つ、2時間待つっていう大丈夫ですか、それ。ちょっと厳しいですけど、厳しいです、まあ、なんとか時間は潰したいと思いますんで、まあそうなった時はなった時で、はいはい、また考えましょう、考えましょう、はい。ではじゃあライジン新年会行ってきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。知ってる人がいたら一緒に歌ってください。イエーイします。土産にもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出し戻るたび、日が沈んでゆく戻るたび、日が沈んでゆく。ありがとうございました。うまいね。ありがとうございます。さすがです。今日はあの私の歌も聴いてたり私は、フライ級をしっかりあの盛り上げて、全勝で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見てください。めちゃくちゃ嬉しいです。なんかファンの方が帰ってくださったんですか？ファンの方の直筆、嬉しいです。なんかまだまだまだやれます。いいですね。歌もいい感じでした、ね、ありがとうございます。ギターのチューニングがめちゃくちゃずれててびっくりしました。歌い切るのやっぱさすがですよ、ね、ありがとうございます。客席見れなかったです。客席を見れなかったすごいあの怖すぎて。一言いただいても大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫です。今日の感想というか今日の感想、3位と2位でしたよね。試合ありがたいことに3位と2位でした。なんかあんまそういう結果とか別に気にしてないんで、あ、そうなんですね、そういう意味合いで別に興味ないです。ただ強いやつと戦って勝ちたいと、それだけでいいんで、あんまりそういうところに関心ないんで。ありがとうございます。じゃあ、なんか、そうですね、また楽しかったです。楽しかったですか？なんかコラボとか、ね、あ、ぜひもしよかったらお願いします。はい、僕も最近頑張ってるんで、ね。ジャーマンちょっとやっちゃってください。いや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 。じゃあぜひお願いします。受けてみたお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。チャンネル登録してください。登録をコメントコメント登録して後でグッドワイク、ありがとう。くれぐれありがとう。フリチャンネルありがとう。フリチャンネルありがとう。ありがとう。くれぐれありがとう。ありがとう。くれぐれありがとう。くれぐれありがとう。みんな忘れてないね。カメハメハコメントしてお願いします。ボペガありがとうございます。ありがとうございます。おぎチャンネル、おぎチャンネル、YouTube チャンネル、みんな見てください。ありがとうございます。サトシのチャンネルも登録よろしく。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。大久保の歌を聞いて、それは鈴木アナのリクエストだったんですか？やっぱり僕だけのリクエストだったら、もう皆さんね、シーンってなるところだったんですけど、僕の願いと一緒だったってことで、ファンの皆さんも盛り上がってくれて。シーンとなってなかったですか、会場。一瞬、職権内容よろしいですかって言ったら、シーンとなったんで、ちょっと嫌な予感したんですけど、でも、大久保選手にね、あの落語を生歌で弾かせていただきたいって言った時に、ドンと湧いたんで、あ、これもみんな一緒なんだと思いまして。本当に。
本当ありがとうございました。ありがとうございます。泣かせようと思ったんですけど、はい、全然泣かなかったですね。全然感動しなかった。僕がですか。そうです、鈴木アナを泣かせようという。いや、歌詞持ってもらったんです、ね。そうですよね、あんな間近で聴けたってことは、自分からそう言ったってことは、それだけ感動してくださるのかなと思ったんですけど。嬉しい方が上回りましたね。あ、そういうことですね。完全にもう無の顔してました。いや、あの時は無の顔じゃなくて、意外と手つらいなと思って。みんな見てる。確かにそうですよね。あと、ね、あの僕ね、あのワンコーラスで終わると思ったんですよ。はい、ああ、確かにそうですよね。そう、ワンコーラスで終わるのかなと思ったら、で、裏側にはね、歌詞があるんですよ。そうです。で、3行あるんで、全部行くのかなと思って、あ、手が持たないって、なんか途中から僕ね、そう嬉しかったですよ。嬉しかったんですけど、はい、あの僕ね、最初にお持ちした時の、人間譜面台の形がね、悪かったんですよ、ちょっと。あ、最初の形が、はい、最初のポジションが、ポジションとか形がね、悪かったんで、いろいろ足にも負担かかっちゃったし、あと、手もね、重たくなってきたんですよ、だん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 。あ、そういうことです、ね、そうなんですよ。それでもうずっと上げてるの大変じゃないですか、はいはい、それで、あ、やばい、これでちょっとでもブレたら、はい、この歌に水を差すものすごい、そこまで考えてくださってたんですか。ものすごく怖かった。逆に言うと、でもすごい見やすかったです。ありがとうございます。なるだけ歌詞の下の方に行ったらこうやって持ち上げるようにしたんです。それがあったから、下の部分をこう、はい、すごい感じました、はい、なんとか完璧に歌っていただきたい。それを完璧に大久保選手歌ってくださったんで、本当もう感無量でした。いや、本当にあれがあったから歌った。本当に実際僕、大久保選手の生歌って聞きたいっていう話をしてるんですよ。あ、ありがとうございます。そうです。いくつもの顔を覚えてますか。それね、実況で作りました。そう、覚えてます。そう、覚えてます。あ、本当の幸せを、そう、ジャパングラス大久保って言ってくれた。すごいな。で、これまでのキャリアの話を、うん、入場の時に実況で話をさせていただいて、その時、いくつもの顔を乗り越えてね、いつもの顔を超えてっていうのに、僕が実際実況で入れてるんですよ。ファンの方で気づいてた方もいらっしゃるんです。実は僕も見てて、本当、あ、鈴木さん言ってくれた、ありがたいです。本当に本当の幸せを掴んだってね。そうなんですよ。何回も僕ね、歌泣きそうだ。これはキスした瞬間、かっこいいぞ大久保って言ってくれた。そうです。ちょっと嬉しい。歌手大久保として、今日は大久保です。大丈夫ですか。頑張っていきたい。あと、ちょっとすみません、もう一つ、これカットになっちゃうかもしれないですけど。え、使いますよ。いいですか、はい、一つ、僕、今、ディープ実況してるんですよ。はい。同じチームの、秋元京の選手。おお、はい。めちゃめちゃいい選手です。ありがとうございます。KO 勝ちした選手ですよね。そうです。同じボクシングジムを通ってるんですよ。あ、そうなんです。真面目に頑張ってました。なんか、試合前の練習動画撮ったときに いましたよね、多分ね。多分あの中にいたと思うんですけど、なんか僕も見たときに、あ、この選手すごいなと思ったんですよ。めちゃめちゃいい選手。才能ありますね、打撃の。しかもフライ級ってことは、フライ級です。かぶっちゃうじゃないですか。はい、だけど、まあ世代が違うっていうのもあるので、そうですね。そういう意味では、すごい後輩が今、パレストラ柏にいるなと思って。今もうすごいですよ、パレストラ。本当に。すごいですよ、はい。やっぱり格闘家って、野球とかサッカーも素晴らしいスポーツなんですけど、はい、やっぱり野球、サッカーは自分の意思では続けられないじゃないですか。確かに、ね、続けようと思えば続けることはできるんですけど、はい、でも基本的に一戦級でやるってなったら自分の意思で続けられないじゃないですか、はい、ね、雇われてるから、はい、格闘家って自分の意思で決められるんですよ、はい、だから僕は、まあんまり無責任なこと言えませんけど、危険なスポーツなんで、できれば大久保選手にはフライ級に今また、ね、階級を戻したばっかりなんで、お子さんもいるし、まあ、子供もいますし、ね、負けないパパの強いパパの姿でね、ぜひ頑張りたいと思います。すごく声がいいですね。そうなんです。すごく耳に馴染む声だな。僕、大久保さんの、はい、チャンネル、はい、初めて今日出させていただきます。大丈夫ですかこれ。これいいんですか使って。僕今フリーズ。本当ですか、ありがとうございます。これ丸々使わせていただいて、じゃあ。この、ここまで。はい、またよろしくお願いします。なんか呼んでください、なんかあれば。はい、ちょっと飲みに行きましょう。ぜひよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでですね、楽しい楽しいライジン新年会、ただいま終わりました、楽しかったですね。楽しかったですね、非常に、まあ、サプライズで私のね生歌も披露させていただいて、すごく緊張しましたね。なかなかもうずっとそのことしか頭になくてですね他何したかとかあんまり記憶がないんですけど、
いい新年会だったなと。そうですね、はい、そういうふうに思います。あそこにいた方歌の感想もしコメントいただければ嬉しいですね。ぜひ。撮ってたんですか僕の歌は。撮ってましたよ。一応撮ってます、はい、ライジンの YouTube でも多分流れるかもしれない。流れるかもしれないですね、はい、ぜひ見ていただければ嬉しいかなと思っております。はい、はい、あとそれファンの方からいただいたんですか。ファンの方からですね、いただきました、はい、ありがとうございます。入浴剤いただきました。 ありがとうございます。本当に、今日はもう帰ってね、この入浴剤で癒されたいなと思っております。はい、今年も1年頑張っていきたいと思っております。はい、では皆様本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。